椿だぜ。チカなのよ。本日はゲームボーイアドバンスのシャイニングソウル2をプレイしてもらうわよ。なんだこれ、シャイニングフォースのリメイクのやつか。それはそれでちゃんとタイトルもシャイニングフォースなのよ。本作は2003年発売のアクション RPG になるわ。2作目なのか、前作はプレイしなくてもいいのか。本作の魅力はストーリーよりも優れたゲーム性の部分なの。そういった部分が大きくパワーアップした2作目のプレイをおすすめするわ。まあファンタシースターポータブルなら前作スルーしていいから最終版のインフィニティで遊べってなるもんな。そんな感じ。スバチカ。はい、というわけでゲームスタートよ。ゲームボーイアドバンス。据え置き分野では任天堂は苦戦していた時代だが、携帯機の分野では完全に覇権ハードだったな。 PSP の登場は2004年になるわね。その頃には任天堂も DS を市場に投入するのよ。この時代だと対抗馬はワンダースワンだけか。低価格を武器に挑むもアドバンスの牙城を切り崩すには至らなかったわ。主人公の選択画面な、ちょっとサガフロっぽい。前作から強化された要素として選択可能な主人公が増えているの。ザッパおるやん。選択可能な主人公にはそれぞれ固定のクラスが設定されているわ。ハーフヴァンパイアとか中にむき出してくるやん。基本的には近接クラスか遠距離クラスになるわね。近接は戦士をベースに力と素早さのバランスがトレードオフって感じか。右下に忍者もいるわよ。素早さタイプね。言うても困難使うキャラ決まっとるやんか。ザッパッパー、君に決めた。火力と素早さを兼ね備えているけど打たれ弱いキャラになるわね。カラーと名前を決めてゲームスタートだ。あれ、この人どこかで。その人は冒険家の冒険さん、覚えているかしら。シャイニングフォースの時にあちこちで見かけた人だ。牢屋から出してくれたりもしたな。それとなくシャイニングフォースとのつながりを意識させてくれるわね。お話としてはクラントールという国で天下一武道会的なものが開催されるの。実際のところはクラントールの強い騎士とぶつかり稽古して、見どころのあるものは公務員採用されるかもしれない的なものなの。面接会場かよ。本作のキャラクターデザインはシャイニングフォースと同じく玉木先生なのよ。ファンにとっては嬉しい采配。はい、冒険さんとの会話の流れでチュートリアルバトル。レイで殴る、レイで殴る。あっあっ。軽快に動く系のアクション。緊急回避とかはないので足で捌くのよ。倒した。続いてレベルアップのチュートリアル。レベルアップすると4ポイントのステータスポイントとスキルポイントを1つ獲得することができるの。なるほど、8つのスキルのどこを伸ばすか的なやつだな。最初は爪かナイフのメイン武器関連をおすすめするわ。レベル1にすることでチャージアタックが解放されるの。以後レベルが上がるたびにチャージ可能な段階が強化されるのよ。じゃあまずは爪から上げていこうか。爪とナイフはどう違うんだ。武器種が異なるのよ。爪ばっかり強化してると強いナイフを拾った時に悲しい気持ちになるかもしれない。なるほど、そういう仕組みなのか。パラメーターは力と器用さを伸ばしていけばいいだろう。そうね、威力と命中に影響を与える数値になるので近接クラスには重要なパラメーターよ。残りは体力で。いざ天下一武道会へ。しばらくは見るだけのイベントになるわよ。なんだ、そうなのか。やっぱこの世界の騎士ってケンタウロスタイプなんだな。馬人間。特にやることはないわよ。バトルの最中に事件が発生して武道会は中止になるの。少し手合わせしただけで資質を見出され、あれやこれやとお願いされてしまうのよ。お姫様が行方不明になったとかって話だったな。そっちの方はさっきの騎士様が探しているので、ちょっと近所にできたゴブリンの砦をぶっ潰してくれない的な流れのお話なのよ。了解了解、ゴブリンを閉めてくればいいんだな。魔法使いっぽいおじいちゃん。大切な伝説なのでしっかり覚えておくのよ。伝説っていうかシステムの説明じゃないか。現代っ子なら大丈夫よね。セレクトボタンでアイテム説明、覚えたぞ。そこは武器屋さんね。品揃えは割とランダムに変わるの。一番下には掘り出し物が並んでいるのよ。所持金は400か。キャットクローってのが初期武器より強い爪だな。購入する場合は所持品欄に移動させるのよ。直接装備はできないのか。一旦こっちに移して。これを装備だな。
売却は右下に突っ込めばよいわ。了解だ。ゴブリンの砦で稼ぎ問題。エリアマップから行き先を選ぶのよ。ザコゴブリンが何か話をしているようだぞ。重要な話が聞けたり聞けなかったり、隠れていれば会話を続けるけど発見されると会話は中断されるのよ。しょうもない話だと思ったらぶっ転がしてもいいんだな。トークの内容で寿命が決定してしまう世界。しゃあ、なんか知らんけど多分それ私だ。ほら、チャージアタックを使ってみよう。今のがそうなのか。若干前進する連撃ね。レベルが上がると距離と回数が増加するわ。何かドロップしたぞ。このゲームの本質的な面白さはレホリになるのよ。そういうゲームなのか。見た目はこんなダッシュシャイニングの名前がついてるけど、ゲームフロー的には PSO なの。 PSO なの？ブロンズランス。槍は装備することができないわね。じゃあ完全にゴミアイテムなのか。このキャラにとってはそういうことになるわ。自分の装備できないでアイテムをゲットしてしまうことも多々あるの。それどうするんだ。 PSO ならどうするかしら。そりゃ誰かに譲るとか交換に使うよ。本作では通信ケーブルを用いてお友達と一緒に遊べるの。アイテムは床に置ける仕様なのでアイテム交換も可能なのよ。マジか、当時4人とかで遊べたら楽しかっただろうな。ゲームのジャンルはコミュニケーション RPG となっているわ。なるほどなるほど。とにかく敵をバシバシ倒してレアアイテムを探すのだぜ。なんもないんかい。基本的にはエリア内の敵を倒すと先に進めるようになっているわ。敵がまだいるのか。通常のドアは殴れば破壊できるわ。コンチはちょっとチャージするあるよ。オラオラオラ。何かドロップしたわよ。先にスライムを倒そう。メニューを開いてる間もゲームの進行は止まらないの。変なところでメニュー開いてるとボコボコにされるわよ。ニードルリング全プラス装備可能なのか。それはアクセサリー枠に装備する指輪ね。そういうことなのか。なんかナックル系の武器かと思ったわ。ここも何もなしか。隅々まで探すのは大事なことよ。おっとっと。はいはいはい。気づいてるとは思うけどチャージアタックには SP を消費するの。 MP 的なものだな。チャージ段階がアップすると消費量も増えるので SP 量の確保にある程度のイントも必要よ。これはあれか、爪鬼にするには2ポイント必要になるのか。レベルが上がるほど次が遠くなる仕組みなの。一つ取り切るのも結構大変な予感。クリティカルで0を1にする恩恵は比較的大きいと言えるわね。でもチャージ段階も伸ばしたいんだよな。そうなると SP の確保も考えなきゃならない。育成には結構個人の癖みたいなものが出るかもしれないわね。こう見えてバランスを重要視するタイプ。器用貧乏。レザークロスだけど頭にハテナマークがついてる。それは未鑑定品なのよ。持って帰って鑑定するトレアかもしれないしゴミかもしれない。ちょっと楽しみだな。それは剣ね。戦士と忍者用の武器なんだな。自分用の武器が全然出ないわね。でもゲームの楽しみ方は理解してきた。めっちゃおるやん。チャージアタックを食らえ。全然生きてる。おらおら。また敵の会話パートだぞ。娘という言葉が聞こえたようね。顔グラフィック付きのやつがいるぞ。中ボス的なゴブリンになるわね。ゴブリンの小隊長か。話は聞かせてもらった。この砦では滅亡する。はい、ゴブリン小隊との戦闘なのよ。一匹変なの混ざってるけど他は道中の雑魚だぞ。いててててB ボタンでアイテムを使えるわよ。薬草。アイテムは事前にパレットに設定しておくことで使用できるの。複数のアイテムを設定することができて R ボタンで切り替えて使用するのよ。武器もパレット式なんだよな。武器も同時に3つまで装備できるわ。武器は L ボタンで切り替えるのよ。ゴブゴビッチとかって名前が出ていたな。この砦のボスの名前ね。なんか鍵が落ちてる。重要アイテムね。まずいまずい、もうレタスが残り1個だ。それは薬草なのよ。食っちゃった。危ないと思うなら1回戻るのもありよ。そんなことできるの？天使の羽を使うなよ。脱出するだけではなく同じ場所に戻ってくることも可能なの。まさかの往復券。 PSO でいうところのテレパイプなの。言うか。
その天使にアクセスすればさっきの場所まで運んでくれるのよ。言うの。回復アイテムの補充とアイテムの鑑定だ。鑑定は一番左のお店よ。レザークロスを鑑定。巨人のレザークロスプラスに。っていうかびっくりするくらいお金がない。余剰品を売るしかないわよ。巨人のなんちゃらは良いものの気がする。巨人のとつくアイテムには攻撃力が付与されるのよ。強い。アイテムの前につく文字列が効果を表すワードで、アイテム名の後ろには強化段階がついてくるわ。武器には炎や氷といった属性がつくこともあるのよ。何これ、面白いぞ。天使の羽は絶対いるやん。結局レタス2個しか買えなかったわ。レタスの回復力は20個程なのですぐに力不足を感じるわよ。薬草の上の回復アイテムも売ってたけど、圧倒的にお金が足りない。金欠ファイターが行く。ちょっと下がろうね。あい、こいつ引っかかってるぞ。ザーコザーコ、ゴブリンのザーコ。メスガキ発言が許される年齢じゃないでしょう。年齢の話はよせ、ここは夢の国だ。いつの間にかレベル上がってたわね。やっぱ体が資本なんよ。慌てて体力振り始めるやつ。このヒーリングもいるやろ。爪装備してるんだ。これでウルバリンに一歩近づいた。この砦のボスなのよ。ボスコノビッチだっけ。それは鉄拳の人よ。ここのボスはゴブゴビッチなのよ。なんかでかいけど最初のボスだ。大したことはないだろう。なめた発言していると負けた時にカッコ悪いわよ。はい、レタス2個しかないからね。慎重に行こう。ちなみに道中で倒されてしまうと、その場に所持品をばらまいて町に戻されるわ。ボス戦で負けた場合は同じく町に戻されるけど、すぐにボスと再戦することのできるゲートが出るのよ。いてて、 DSO の時のリベンジゲートがオートでついてるんだな。おう、回り出した。終わった後は隙だらけなパターンだろ。コケ取るコケ取る。なるほど、もう見切ったわ。ファイヤーの後も隙があるぞ。あとは距離を取ってぐるぐる待ちだな。はいはいはい、10回転するんだ。8910食らった。チャージ中にダメージを受けるとリセットされるのよ。ファイヤーは終わってから差し込む。そそそうりゃあばよ。こっちこっち。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そそそういおら。はいはい、遠くで見てましょうね。そそそうりゃ倒した。1ボスゴブゴビッチ無事に撃破なのよ。適度な耐久力いいぞ。さすがにこの内容で10分とか戦いたくないわね。姫をさらったのはこいつらで、姫はウィザリーとかいうやつに引き渡されたようだな。早く助けないと生贄にされてしまうのよ。さっき拾った鍵は先のマップで使うのか。レベルアップ。ボスを倒すとボス箱とお帰りゲートが出る仕組みよ。なるほど、 DSO っぽい。お城に戻ってカクカクしかじか。館に向かうにはジャイアントの墓を通るしかないと聞かされるわ。お楽しみの鑑定タイム。4ゴールドしか増えてなくてくさ。お金がない、お金がない。とりあえず不用品を換金するのよ。隣のお店が倉庫なの。いらないものを売ってお金は作れたが、149ゴールドでは心もとない。未鑑定品も預けておこう。鑑定は後だ。ネクストステージ、ジャイアントの墓。これだな。ちょちょちょ、いきなりいっぱいおるやんか。下がってチャージ。スライムは比較的怖くないモンスターだ。宝箱があるんだが道がないぞ。そこ、草が途切れている場所があるでしょ。なるほど、 FF っぽい隠し通路だ。ちょ、当たらん。未鑑定ブレイス。未鑑定品が負債に見えてきたわ。コネだ。チャージするあるよ。はい、いや。お墓の下に下り階段。そういうギミックね。今度はミイラだ。来るな、あっち行け。普通に倒せる。骨骨ロック。こいつら地味にうざい。おら、これでどうだ。いてえ。レベルアップ。待ってました。力と器用さに半々。ゴブゴビッチでレベルアップした際に爪に1ポイント。これで爪がレベル2になるぞ。2段階のチャージが可能になったわ。消費は1増えて3になっているわ。何かが大きく変化したって感じはしないが、きっと強い。
はいはい、ちょっとチャージするね。わっしょい。強い気がする。ザコミイラが何か言ってる。さっきの人間の魂を墓の下に隠すとか言ってるわね。隠し場所は聞いてしまった。仕事が終わったら遊びに行くみたいよ。ミイラが何して遊ぶのかは気になるが、倒してしまって構わんのだろう。遊びに行けなくなるわね。あの墓だな。これから隠すところなのよ。現行犯でフルボッコにしてやるぜ。何か置いたわよ。よっしゃ、行くぞ。横取り40万。また妙なこと言ってる。まず一体、次はお前だ。冒険の魂って書いてたように見えた。何やってんだ冒険さん。投げて返そう。アイテムは B ボタンで使用できるのだけど、チャージすることで投げることが可能なの。仲間がピンチの時に回復アイテムを投げつけたりできるのよ。なるほど。よし。うわ、なんかでかいのがいる。攻撃のタイミングを見計らって差し込むのよ。むしろ殴りすぎ注意タイプだ。一撃離脱。今のはたまたま相手がミスしただけで本当なら食らってるわよ。倒した。ちょっと硬いタイプの雑魚エネミーよ。中央の通路には2つの鍵付き扉があるの。あ、こだ。両脇の部屋に鍵があるのよ。じゃあ反対側にもう一つあるんだな。そうや。レベルアップ。鍵オッケー。体力に1、残りはイント。多少は SP も欲しいのね。16になった。イントの2倍の値かしら。さて、スキルポイントはどうしようか。ヒーリングも欲しいんだけど、クリティカルも気になるんよね。クリティカルにするのね。やっぱりヒーリングだわ。中央の扉を2枚開けるとまた同じやつ。そこまでの脅威ではないぞ。おら、おら。せいやさ。オリハルコン。お城の商店街の一番右に鍛冶屋があるのよ。そこに鉱石を3つ持っていくと武器ガチャが回せた気がするわ。一つでは意味がないのか。倉庫にいいんだな。冒険さんおるやんか。魂を投げて返すのよ。床に落ちたんだが。幽霊みたいな方に投げるのよ。これはマルチプレイ時における蘇生のチュートリアルになっているわ。なるほど、そういうことか。無事に蘇生した冒険さんはお城に戻ることになるわ。うわ、さっきのやつよりさらにでかい。ニボス、グローブジャイアント。レタスの残りが2個は心もとないな。とりあえず食ってから棒だ。最悪ここで負けてもリトライは可能なのよ。おっとっとっと。なるほど、そういう攻撃ね。地面を殴って岩を降らせるのよ。最初の床ドンは結構範囲が広いので注意よ。落石は影を見てよけてちょうだい。うわ、両方食らった。どっちも20くらい食らう。一発一レタス。もうミスれない。やること自体は単純なのよ。わかってるわかってる。床ドンを誘ってから反撃だな。慎重に。逃げ回っていればヒーリングでなんとかならん。さすがに遅すぎると言わざるを得ない。これ最大まで取ったらどのくらいの回復速度なのか見てから考えたい。嘘、意外と広いのよ。負けた。リベンジはすぐできるので準備を整えたら再出発よ。くっそ、あと HP が1あれば耐えられた。18のところに18食らったわね。不要品を処理してレタスを5個買ったぞ。一発1レタスなので5発相当。初期 HP を考慮すれば8発耐えられるかしら。そんなポコポコ食らわないよ。挙動は理解した。見切ったとは言わないけんとさ。地味に長いので編集で早送り。はい、すいません。地味にポコポコ食らってます。はい、若干ボリ押し気味だけど無事に討伐することができたわ。恐ろしいやつだった。レベルアップ。ボス箱よ。デイ。未鑑定ブレイス。できれば現金でお願いします。
お城に戻ってカクカクしかじか。次は魔女の館。というところで今回はここまで。次回に続くかもしれない。ちょっと金策しておいてもいいですか。ダメよ。ちくん。つばちか。はい。ステージ2をクリアしたところで今回はここまで。シャイニングソウル2いかがだったかしら。名ばかりのシャイニングシリーズだと思っていたら、しっかり冒険さん出てきてつかみはバッチリだ。同じ名前のよく似た人かもしれないが、同一人物ならシャイニングフォースと近い時代ってことだな。玉木先生のキャラデザインも嬉しいところね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。はい、初プレイの手入れ遊んでますが、20年前にがっつり遊んだタイトルだ。そういやこれ2人で遊んでいたわね。っていうかその時も獣人使ってたでしょ。雑貨って名前で獣人でした。なんで雑貨なんて名前なのか、あの時は疑問しかなかったわ。ギルティの雑貨だと思われていたけん。もうあいつマジでクソキャラ。